毎年恒例の日産メガミコ表情試乗会に来たんですが、今年は皆さんもご存知の通り、暖冬でして、メガミコの氷が、車が乗れるほど張り切っていないということで、今日は、周辺ちょっとしか雪ないんですけど、周辺メガミコ周辺路でいろんな車をテストしてみたいと思います。このままメガミコ入ると多分ズブズブっとなってしまうというような状況、はい、僕そんなにたくさん来てるわけじゃないんですけど初めてです、走れなかったの。私も聞いたのは初めてですね、行こうと思ってたものが氷がダメで中止になったこととかあったんですけど、現場に来てみてダメだったのは初めてですね、だけどめちゃめちゃ寒いんですよ。前日はなんかもうこの辺吹雪だったし、僕吹雪の中で来たんですけどね、であと道も今日朝もうトゥルットゥルですよね、凍ってます。そんな中で今乗っているのはこれセレナ E パワーですね、もちろんフロントホイールドライブ、FF なんですが電気駆動ということで、こういうところでどんな風に走ってくれるのかなというところかなと思います。やっぱり E パワーといえば、そのモーターと、制御の分解能がこうあって、でなので滑り始めた瞬間に制御が入るというか、そうですね、パワー自体をこう絞って出すところは出して、しっかりあの滑りやすい路面で書いていってくれることが特徴だと思うんですけど、ブレーキ制御しなくてもモーターでね、もう微妙にこれをやってくれちゃうんで、こういうところも得意なはずですよね、実際走ってて正直そこまですごい雪があるわけじゃないんですけど、逆に言うと雪がないのにないなと思ってたら突然現れて雪の塊の中に突っ込んでいったり、凍ってたりするんで、結構ねこれ走りにくいコンディションなんですけど、まあ余裕ですね。何が余裕なんだろうと思うと、やっぱりこのアクセルワークに対して寛容なのかなという気がします、必要な駆動力をしっかりと出してくれて、かつ必要以上のものはうまいこと、絞るってことじゃないんですよね、本当に微妙なこう出し入れをしてる、それを感じますよね。やっぱり FF の今の電動駆動の車って、深雪でなければ実は雪上走行に十分な能力を持ってると言っていいですよね。そうですね、やっぱりこれね、同じ FF でくくっちゃいけないぐらい違いますよね。ガソリンエンジン車 CVT とかのと、この電気モーター駆動は、今回それをねまずは最初確かめられたということで、今日1日いろんな車乗れるんで、他の車との違いとかも含めて見ていければいいのかなと思います、まずはセレナからでした。続いてはアリア、B9 E-Force に乗っております、バッテリー容量の大きい方の4駆ですね、やっぱりこういう風に片側だけ雪に入っていった時とかの安定感はやっぱり4駆ですね。これは本当に何事もないかのごとく緻密に制御してくれてるんですけど、制御してる感はこれも伝わってこないですね、もう人間なんてそんな気づかないぐらいにやっときますよ私って車が言ってますね、今回今はちょっとシャーベット状になってるの見えると思いますけど、そうじゃないところも普通に走ってんじゃんと思われるかもしれませんけど、これ降りるともうツルツルで、もうすぐ転びそうな感じなんですよ、結構そういう道走ってるんですけど、車乗っちゃうとね、なんかもうまさに見た通りにこう、全然大丈夫ですねっていうぐらいに思えちゃいますよね。ちょっと上り坂があるんで行ってみましょうかね、やっぱりあの自動車メーカーの方言うところによると、FF 車でこの上り坂で氷の上に止まって、ここで発進する時の係の良さは、雪国の人だったら全員ご存知だと思うんですけど、やっぱりそこは四駆なんですかね、E パワーの FF でも止まりさえしなければ登っていくんですけど、そこで止まっちゃって登れない条件でも四駆だったらば、しっかり登っていくと。でしかも E フォースだとそこが制御がこう緻密なので、押してほしい時にすぐ後ろから押してくれるから滑らないと。今ももう本当に、わざと氷の上に乗せて発進したんですけど、何事もやっぱりないという、そこはやっぱり、E フォースだと、今まで のエンジンの IC の四駆に比べると明らかに違うというところですね。直結四駆みたいなものだったら結構登るんですけど、よくあるオンデマンド、どっちかが滑ったら初めて駆動が行くようなものだと、そういうところが苦手ですよね、はっきりとね。もう一瞬滑っただけでもうグリップしないんで、あとはリアが突然グリップしても今度はまたそれも挙動を生み出す原因になったりするんで、フロントがもう滑って書かない状態になってから、リア側を押してくるから、両方がこう強調していけないってことですよね、ちょっとじゃあ運転変わってみましょう。アリアは E ペダルもあるじゃないですか、で E ペダルステップというのかな、今いろんなこうパターン切り替えができるんですけど、
まあ、今 E ペダルをこれオフにするとアクセルオフで、まあ、空走していく。だから E ペダルオンにすると、今アクセルオフするとこうやって回生で止まっていくんで、雪走るときはこの E ペダル使うとブレーキに足を乗せなくても緩めていくと止まってくれるというか減速していってくれるんで、ある種走らせやすいのかなと。まあ、お好みもあるんですけどね。ただまあ僕はちょっとね、正直アリアのこの E ペダルに関してはもうちょっとね減速 G の立ち上がりを抑えたいですね。こう踏んでってスッと戻した時にちょっとね前につんのめる感じがするんで、結局それってドライでもそうだから、雪だとちょっとね多分挙動を乱す原因になりがちかなと思う。だからね、こう間が欲しい。なるほど。そう、ちょっと緩い E ペダルが欲しいなと。まあこれは、モード切り替えとかでいろいろできるんですけどね、ドライブモードもあるしね。そうか、だから減速をパドルでちょっと強くした状態っていうのがないわけですね、はい、そう、パドルはないですからね。はい、それね、切り替えが今結局だから言ってみれば2段階でしょ、はい、もうちょっと細かくねやりたいなと思うんですよね、うん、結構こう今はね、まあそこまで今走ってるところは雪深くもないし凍ってもいないのでいいんですけど、実は、晴れた日の高速道路とかでもちょっとそれ感じるんですよね。でもこうやって今割と、雪のないとこ来ましたけど、まあスムーズな車ですよね。しかもこれがスタッドレス履いてこれですからね。ああそうだよな、超いいじゃないですか。音振動の抑えとか本当にいいですね。続いてはスカイラインニスモに、乗っておりますが、はい、今回は E パワーとか、E フォースとかがある中で、はい、E パワーでもない純ガソリンエンジンのしかも肉です、うん、はい、ただ雪はだいぶ溶けてまいりました。そうですね、雪溶けてきたと言いつつ、はい、そういうところで油断してるとって感じかなという気もしますんで、油断せずに行きましょう。あ、やっぱり残ってますねこの辺ね。一応ねスノーモードもあるんですが、うん、今とりあえず何もしないでスタンダードで走ってます。だこのスカイラインってやっぱエンジンのレスポンスがすごくいい車なんですよね、はい、なのでビュンと吹けるんじゃなくて、踏んだら踏んだだけ、戻したら戻しただけみたいなところがすごくね低速域がでこうよくできてるというんですかね、そういう車なんで割とねパワーはいっぱいありますけど、雪道みたいなとこ行っても扱いやすいんじゃないかなというふうに思います。特にスノーモードもありますしね。まあ、去年表情の時にスカイラインに乗った印象も、はい、それニスモじゃないですけど、はい、含めて言いますと、まあその FR なんでむちゃくちゃ雪道に強いとは決して言わないんですけど、はい、ただ運転する喜びは非常にありますよね、うん、その滑り出した後リアが振り出した後にしっかりコントロールしてあげることを自分で楽しめるならば、はい、雪上ドライビングは楽しい車ではあります、うん、そう思います。まあもちろんねやっぱりそうまさにある程度のスキルがある人なんだろうなとは思いますけど、でも今スノーに変えてみました。そんなに雪ないけどスノーに変えてみましたけど、はい、これ結構騙されるんで反応というか、力自体がね、だから意外とこれズロロッといっちゃわない感じですか。あ、そんな感じがしますね、はい、でこれ普通に乗る人でも例えば奥さんとかがもう力ありすぎて、はい、やだみたいな人はもうじゃあもうスノーで乗れと普段もそう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 、それでいいんじゃないかなっていう気がしますね。ということで乗り換えてみましたが、はい、このスポーツ FR を雪道で走るというのは、まあ、贅沢な経験ですねこれは。まあそうですよね、はい、雪があるとこを選んで、はい、あえてこれで入っていくという、はい、ちょっと止まってみます。はい、今これスノーなんでスタンダードなんですね。はい、今スタンダードで、なんてことないですね、はい、このぐらいだとね、凶暴な感じはないですね、うん、そのやっぱり E のままに踏んだ分だけパワーが出るので、はい、そうですね、この辺で滑ったかなでコントロールしてうまく走らせる。なので、まあこの FR のハイパワーの スポーツセダンで雪道ってやっぱ現代の感覚だとないじゃないですか。まあそうですね、とはいえ他に選択肢がいっぱいありますからね、はい、とはいえ70年代とかに振り返ると、まあ、別にこれしかなかったわけですよね。そうですね、で400馬力はなかったと思いますけどね、はい、はい、でそれで皆さんウィンタードライビング楽しんでたわけですから、はい、だから今だとそれはないなと思いつつも逆に今それを楽しむという楽しみ方もあるかもしれません。まあ車何台も持てませんからスカイラインを買う人はいるわけですよ、はい、うん、
まあ、特にニスモみたいな車を手に入れたとしても雪道別に行けるじゃんと、はい、いうことですよね。ということを、まあ、皆さんが身をもって試す前にこうして証明する機会を、まあ、設けていただいたということですよね。あの例えば上り坂は FR の、 あの車って別に雪道に登っていくんですよね、はい、ある程度こう前輪で書いてるよりも後輪で押していった方がいけるので、はい、ただ踊り出したら大変という、まあそうですね、はい、でも今や VDC もありますからね。であとはこのアクセルコントロールの良さ、はい、はい、だからなんかちょっと拍子抜けですね、はい、いい意味でね、はい、意外に走るなと、全然余裕じゃんという感じがします。だから あのすごい、まあ、深雪の時はやめた方がいいかもしれないですけど、ちゃんと除雪されていてカチコチに凍ってる時だったらこれは雪道走りに来るっていうのは楽しいんじゃないでしょうか。そうなんですよね。昔車好きは雪が降ったらヤッホーって言って、はい、FR の車で走りに行ったんですよ、うん、そういうお父さんもいっぱい多分見てらっしゃると思うんで、はい、思い出したらそれで行くのがいいんじゃないですか。スカイラインにも買って、はい、ということですね。もう買えないんですけどね、はい、はい、はい、続いては GTRTスペックですが、はい、この車は去年も表情で乗りましたよね。去年乗ったのは1個前の、はい、ああそっか、はい、はい、これが、まあ、顔が変わった後の最新型ということになります、うん、はい、なんか全てが良くなってるんですよ、悔しいことにね。そう、足はより一層しなやかさを増してますし、はい、まあ、空力も、まあ、この領域だとそこまでではないですけど、高速とか乗るとね空域もやっぱいいなと思うし、うん、まあ当たり前ですけど最終進化型ですからね今のところのね、はい、はい、去年乗ったその前の方の印象ですと、はい、表情は GTR が一番私は楽しかったですね。あの身も蓋もないって感じですけど、はい、まあ、はい、これだけの駆動力と、あ、それトルクという意味も含めてね、はい、あのトラクションとトルクパワーがあると、まあなんかどうにでもできるって感じしますよね、うん、そうですね、はい、でただ日産のそのいろんな e フォースの 4WD 含めて、はい、全部乗ってきて分かるのは、はい、なんかその姿勢の作り方とかはやっぱりお手本の一番こう何ですか、よりどころにしてるのに GTR あるんだろうなっていうのはなんとなく感じません？まあそうですね、もうさらに言うならば 32GTR ぐらいから受け継がれてるものがあるねという気がしますね、うん、やっぱり後輪でドンと押して姿勢を作ってで、はい、あの怖くない走って楽しいそういう車に仕上げるっていうところですか。そうですね、なんかこう FR の楽しさみたいなところとか、はい、そういうところを忘れてないよねって、うん、FF の車を作っている、ね、メインでは作ってるけど、はい、そういうリアが駆動することの喜びみたいなものを忘れていない感じはすごくしますよね、ここの会社はね。こういうところでも全然乗りやすいですよね。基本的にはリア駆動で滑ったらフロントに、ね、トルクが行くという32と変わらないんですけどね、はい、そこはね。でももう元々のトラクションが絶大なんで、はい、全く不満がないというかそんな感じがします。まあ、この前のジャパンモビリティショーで次の GTR を示唆する何かが出ましたけど、本当に察してるのか分かりませんけどね、はいはい、この方の GTR は本当にこれで終わるんですかね。誰もそう言ってませんからね、うん、でもね前で終わるんじゃないかと思ってたらこれも出たんで、はい、まだ終わらないかもしれない。でもその時にはちゃんと売ってほしいですよね、はい、結局今回限定だったけど限定かなんか発売日に行ったら、ね、もうすでに売り切れてました、はい、お得意様に売ってましたっていうようなことがあったんで僕はそれはちょっとイラッとしたんでね。なるほど。そうちゃんと手順を踏んで売ってほしいなって、はい、それはね別にあの僕が買えたから買えなかったからという話じゃなくて、うん、やっぱりこうブランドじゃないですか、はい、ブランドを守ってほしいよねと。 GTR はなんかでそういう売り方まで含めてしっかりやってたねと、うん、いう感じじゃないと車だけ作ってもねと思うところはありますが、それはまあ今回余談ですけど GTR もついてたかな、あの日産ってアテーサ ETS とかね、はい、名前つけるじゃないですか、はい、E-Force とかね、うん、なんかいちいちつけて楽しいなと思うんですよ。なんかただの電子制御4駆とかね、電子制御トルクスピリット4駆とか言わないで、はい、割と名前つけるじゃないですか。なんでっていう話にね、うん、実は雑談しててなったんですよ。そしたらねやっぱ名前つけるとそこに引っ張られるといい意味で、はい、こういうものでなければいけない、例えば日産の E-Force というならばこうでなければいけないみたいなことがね、うん、開発陣の中でも共有されるっていうんですね。ちょっと面白いと思いません？
自分たちでこう目指すものを作って、それが e-force だって名付けたら、はい、そこに向かうなんかね力になるんだと。確かにそれが電子制御4駆だと、そうあのモチベーションがっていうのはあるかもしれない、ね、そう電子制御の4駆なんでしょう、はい、になっちゃうんだけど、うん、あそこで e-force とか言うと、はい、アテさんのためにはそう何かこうじゃなきゃいけないよねっていうのがね、はい、決まるっていうんですよ、ね、でみんなで頑張れる。そう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 、だから僕らもお客さんも期待するじゃないですか、はい、うん、例えば e-force になったらあこういうことなんだろうなって、うん、だからねそういう面白さを今回ここに来て感じます。あの GTR みたいなやっぱアイコンがあることとかその名前っていうのが実は結構大事なんだよということですね、はい、はい、続いてエクストレイルオーテックに乗ってますが、はい、まあ、エクストレイルとエクストレイルオーテックはそのメカニカルな部分では基本的に同じなわけですよね、はい、そうですね、なのでこの市場はエクストレイルの市場でもあると思ってください、はい、まあそういうことでいきましょう、はい、まあ、ノート以降その日産の電動の四駆はやっぱまあ表情強いっていうのは、はい、うん、そのこの我々がこれ試してる以前にやっぱ北海道の人とかはご存知みたいで、はい、私去年の冬から、まあ、行くたびに車チェックしてるんですけど、うん、行くたびに、日産の電動系の四駆は増えてるんですよね、はい、でエクストレイルも増えてるなと思って、やっぱまあ雪国の人皆さん、雪国というか凍結路を走る人は気がついてるなという、うん、感じがしますね、うん、で実際乗ってもやっぱり強いじゃないですか。そうですね、はい、今もうこの路面ではほぼ雪がない状態なんですが、実際に本当にこう止まらないっていうミラーバーになった状態の時に電動はやっぱ効きますよね。実際に普通に乗ってても超滑らかで制御が 、まあ、行き届いてるっていうか、はい、滑らかじゃないですか。だから結局そういうまあ条件の悪いところでいい車っていうのは、うん、足がよく動くで、はい、電子制御四駆もトラクション制御も良いっていうのは、うん、普段乗りでも出ますよね、はい、普段乗っててもやっぱりそこが緻密なんでいい車だなって感じさせるものがあるなと思いますね。あ、色まま感ありますね。もう全然ね、はい、あの飛ばされるんですよ、雪の塊とか氷とかで飛ばされるんですけど、うん、ステアリングさえ自分の行きたい方向に向いてればそっちにね車が導いてってくれるんで全然不安がないですね。今日乗ってきた中ではこれはまあ明らかにやっぱエクストレイルが強いなという感じがしますね。まあアリアとエクストレイル、はい、やっぱね、電動四駆は強いですね、はい、やっぱり話を聞いてるとあの日産のエンジニアの方々の中で、はい、その最初に、まあ、リーフを やり始めた頃から、うん、やっぱりその EV は重いだろうっていうことは分かっていたし、はい、航続距離が短いだろうっていうことももちろんみんな知った上で作っていて、うん、でこの e パワーはそのバッテリーの容量じゃあリーフの容量を減らしていってでそこにエンジンを積んで発電させたらいいんじゃないっていうことでなん か隠れて開発してたみたいな。そうですね、はい、あの当時のゴーンは全然認めてなかったみたいですからね、うん、でなので、はい、本当に裏で隠れて、開発していたけどそういう技術をしっかり培ってるっていうところが日産 でそれが、日の目を見るとあれ実はやっぱりこれがいいんじゃないということになるっていうのは面白いですね、うん、はい、でそこの中にさっき GTR で言ったその日産で四駆で走ること の、まあ、その日産の四駆のあるべき姿っていうのが、はい、エンジニアの皆さんの中に、なんというか陰で作りながらもその日産の電動の四駆もこうあるべきだみたいなことが、うん、あった状態でそれが20年ぐらいずっとこう日の目を見ずに、e パワーともども開発され続けてきてそれがこうして日の目を見る日が来て乗ると楽しいなっていうのはやっぱなんか日本の話として面白くないですよね。そうですね、日本の、まあ、なんだ下町ロケットじゃないですけどまあいろんなねそういう影の努力みたいなのが報われる日みたいなのがあるのかなと思います、はい、あのリアモーターの方が、出力がまあ低いわけですけど、うん、GTR とかはリア駆動だから、はい、でフロントに最大 50g でトルクを流していくわけですけど、だから根本的なそういうハードウェアにはね違いはあるんだけど、はい、ちゃんとそのエッセンスみたいなものが入ってて、うん、そのあるトルクでリアをどう使っていくのか、はい、でただガーンとかけていく駆動かけていくだけじゃなくてそれをどう収束させていくのかっていうのも問題じゃないですか、うん、だそういうところが緻密に制御できてるし、まあ、それ制御がうまいだけじゃなくてあるポリシーがちゃんとあるんだなってことを感じますよね。せっかくなんで、はい、モードスノーとかにしてみましょうか、はい、オフロードもあるけどまずアクセルの、レスポンスが緩くなりましたね。ちょっと、はい、甘くなるでしょうね、はい、
特に低速からの出だしのところで、はい、どう言えばいいんですか、あのアクセルを踏み込んだ時により、分解されてる感じと言えばいいんですか、アクセルを1踏んだ時に、はい、本来だったら、1出るものが 0.3 ぐらいになってるとか、うん、0.7 ぐらいになってるみたいな、だから扱いやすいですね、まあ、やっぱり発進がね一番肝なんで、うん、そこで空転させないようになってるって感じですね、はい、で走り出しちゃうと、うん、まあ、別に気にならないというか、ね、これでもいいなみたいなね、変わらないなっていう、まあ要は欲しければ踏めばいいだけなんで、はい、まあ、いわゆる雪道で本来もともとみんながやっていた、まあ、急がつく動きをしない、そうですね、そのアクセル部分での急なつく動きがしないを、はい、まあ、車がある程度促してくれるというか、そうですね、で、あの細かい話は、はい、車種によっても違うと思うんですけど、スノーモードってただ生してるだけじゃなくて、例えばリアへの駆動力配分を増やしたりしてるんですよね、はい、発進の時にフロントだけだと引っかいちゃうから、うん、まずちょっと生す、それと最初からリアに多めのトルクを出してあげる、うん、まあ、こうやって走りやすくしてる、これってまさに電動だからこそやりやすいことですよね、はい、あの雪国で暮らしててやっぱり一番困るのはどか雪降った後に脱出できない、うん、朝何か用事があるのに、はい、そこで埋まっちゃってスコップで掘って、はい、遅れてしまうっていう、それが一番困るので、はい、まあ、やっぱそこが安心が買えるっていう意味ではこのエクストレイルが一番安心できますね、うん、そういう日産のラインナップの中で、そうですね、はい、アリアもいいんだけど、あの、まあ、正直エンジン燃料を使って、はい、エンジンで行けると距離的なものとかもなんとなく担保できるというか見通せるじゃないですか、うん、そういう意味で含めると現時点では万能性みたいなことで言うとこのエクストレイルはまあその一番持ってるのかなって気はします。はい、今回の試乗の最後の1台はサクラですね。はい、はい、サクラはまあ皆さんご存知と思いますが FF しかないので、 FF というかなんというかフロントモーターというか、ね、はいはい、なのでこちらはフロントモーターの車になります。はい、日産のまあ、スタッフの皆さんで、はい、この女神湖まで走ってきた人たちも雪の中走ってきたらしいんですけど、うん、はい、あのさくらが一番楽しいとおっしゃっていたんですが、うん、いかがでしょう。まだ走り始めたばっかりなので何とも言えないですけど、楽しいの意味はねどういうところにあるのかなっていうのはちょっと興味深いですよね、うん、ただ、まあ、雪と全然関係ないんですけど改めてこうやってさくらのインテリアを見るとやっぱ軽自動車とは思えぬあの上質な空間ですね。そうですね、布貼ってありますからね、うん、まあ、立派すぎると僕はずっと言ってるんですけどね、立派なのもいいんだけど立派じゃないやつももっと生活に寄り添った感じのもあってもいいんじゃないかなって思ったりはします。本当にこの走らせやすいじゃないですか、うん、で使い勝手としてもまあいわゆる都市部じゃない方で軽自動車、はい、今エンジンの軽自動車乗ってる人の置き換えとしても最適、うん、だからもっとね言ってみれば下駄っぽいやつもあってもいいかなっていうのは常々思うんですよね。サクラの中にでもいいしそうじゃなくてもいいんですけど、はい、はい、すごく簡素なというか、はい、ベーシックな軽自動車だけどこのモーターのドライバビリティを持った、まあ、当然ですけど、うん、その電気自動車っていうのもあってもいいかななんてことは思います。走りの楽しさって意味ではまあやっぱりね軽と思って乗るとこのトルクがあるじゃないですか、はい、ほぼ200ニュートンみたいなトルクがあるのっていうのはやっぱりおーと思いますよね。こんな走んのっていうのを思ってそのなんかギャップがこうまず楽しいねって感じを、ね、はい、出すのかなって気がしますね。本当にグイ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 行けちゃうんですよね、まあ、先ほどと同じ、道でずっと乗ってますけど、はい、ただ、振られ度合いはサクラはありますね。これはもうシャシー性能でしょうね、うん、やっぱりねストロークがそんなに余裕がないし、はい、みたいなところそうはあると思います。だから軽としてはすごくいいけど、うん、まあ軽だよねという部分も正直あるはあると思ってます、うん、はい、まあ、今回こうやって6台乗ってきてですね、うん、でそのうちのまあ4台は電動で、そうです、はい、そしてスポーツカー系の2台はまあ IC 車ということになるんですが、はい、まあやっぱり日産こうやって集めて試乗会やるっていうことは雪道に、うん、まあ、自信が自分たちあるんですよ。自分たちがやってきたことを見せたいわけじゃないですか。まあそうですね、はい、でこうやって乗ってみると、まあ、やっぱり納得という気はしますね、うん、私は。まあ内燃エンジンの車はちょっとお楽しみかなというところでちょっと置いとくと、うん、やっぱり e パワー e フォースの
こうした、まあ、厳しい条件で乗るほどに進化を発揮するみたいなところは、はい、まあ、それなりにやっぱり自負自信はあるんだろうなというふうに感じますよね。そして実際僕らね来るたびに、はい、おおと思って帰る、うん、そうだよねと思って帰る。で実は私この経験があるので、うん、自分が北海道に行った時に借りるレンタカーは、はい、あのノート指定で借りてるんですよね今。なるほど、はい、というのもあるのでやっぱりその電動の四駆の最後の最後のこの安定は、はい、安定して発進できる安定して止まれる、はい、やっぱりあの安心感です、うん、はい、まあ、それは感じてらっしゃるわけですね。そうですね。なるほど。この良さは、うん、まあ、やっぱり皆さんにお伝えしたいという、そうですね、気持ちはありますね。僕らちょっと楽しくドライブしてる感じもありますけど、はい、そうね、おーってうなってるんで、はい、まあ、正直ねこれこそなかなかこうやって乗り比べたりは、ね、そうですね、普通に皆さんできることではないと思いますし、はい、僕らもこういう機会は、ね、いただかないとこんな場ではできないんで大変ありがたいなと思いますし、なんか皆さんの役に立つといいなというふうに思いますね。あの、まあ、こういうふうに乗ることって難しいと思うんですけど、自分が、北海道出かけた時とか、新潟行った時でレンタカー借りるっていう時はあの車種指定で日産の電動系一度借りて乗ってみるっていうのはまずいいと思います。なるほど。そうするとああなるほどって思うことはあるのかなと思いますね、はい、まあ、それにしてもですよ、やはり電動日産強いですよね、うん、今になって電気自動車がとか、まあ、いろいろ世の中、ね、車周りは騒がしいわけですけど、はい、日産はそれこそまさにね、リーフを出していこう、電気自動車も、ね、一生懸命やってきたし、e パワーという、はい、ハイブリッドなんだけど駆動は電気っていうのを、うん、まあ、いち早くやってきたわけですよね。その積み重ねっていうのはすごくあるなというふうに思いますよね。で実は、バッテリー EV の販売ランキングを見ても、うん、今乗ってるサクラが日本はもう圧倒的なんですよね、はい、他の2位以下の車を全部足してもサクラの半分、もうそのぐらいなんですよ、うんうん、もう圧倒的にサクラ売れてる、まあ、だからさっきね、はい、サクラに関してはその高級だけじゃなくてもっともっと広がる可能性があるなと思うし、うん、広がったら日本人の、まあ、軽自動車はね、まあ、いわゆる足としてもすごくこう重要じゃないですか、はい、その生活のレベルっていうのかな、自動車生活のレベルがねもっと上がることに貢献するんじゃないかなと思って、まあ、そういう意味を持って言ってるんですけど、まあ、そしてアリアがあってリーフがありというところで、はい、もうトップ3を占めるような、うん、でそれって、さっきね南波さん話してましたけど北海道でというかそういうところの話もあると思うんですよ、はい、やっぱり一度この電気駆動の車を味わうと、うん、他行けないよねって人たちがいっぱいいるっていうのが、うん、まあなんかそういうランキングとかに現れてるのかなって気がするんですよね、まあ、バッテリー EV の良さ、はい、もう日産ずっと追求してきたし、うん、e パワー売れてる、まあ、そこでやっぱ電気駆動はやっぱりいいよねと多くの人が思ってる、はい、なんかねそういういいなんか循環というのが日産のこの e パワー e フォース周りには生まれてるのかななんてことをちょっと思いましたね、まあ、世界を見ても、まあ、EV 一辺倒のこの先を予想していたと思いきや一回やっぱり今揺り戻しがある感が来るじゃないですか、はい、 そこのところに日産がこの持ってるアセット、はい、まあ、プラグインハイブリッド持ってないんですけど、はい、日産自身もプラグインハイブリッドは別に市場の要望に応じてやろうと思えばいつでもできると、うん、皆さん言ってますから、はい、まあ、確かに技術はすでにもう全部持ってるの で、ね、はい、あのだからこの先の日産面白いことになりそうですね。本当電動化時代の日産っていうのは、はい、まあ、電動化知能化みたいなことはね、うん、まあ、プロパイロットみたいなものになって一生懸命やってきたブランドなんで、はい、まあ、楽しみですよね。そうですね、まあ、そこの未来をちょっと見せていただいたというのが今回の試乗会ですか。